こっちっすね。これはちょっと長谷神の出番なのでは。さあ長谷神ちゃんの出番なのでは。ここで大化けとしないようにしっかりと、てかもう炎が出始めている、武器から炎が出始めているんだが、さあ勝てるんだよこれですよ皆さん。でリロードしなくていける。で武器の表情も変わっている、炎が出ている。走んだトワイライトやっていきましょう。ということでこんにちは、ハセシンです。今回はですね、コールオブデューティーブラックオプス4のね、この夜のマップでプレイしていこうかなと思うんですけども、チームデスマッチを、そして今回使っていこうと思っている武器がですよ、コルダイトっていう SMG があるんですけどね、そのコルダイトのオペレーターもと団体というアタッチメントにさらに拡張マージとグリップを組み合わせて、その弾数なんと800発でプレイしていこうと思います。そしてこのハセシンのチャンネル、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ベルマーク通知もオンよろしくってことで、こちらなんですけどもやばいんですよね。まあオーバーヒートシステムで、オーバーヒートさえしなかったら800発ね、撃ち続けることが可能ということで、3、2、1行きましょう。でね、マスタークラフトなんですけど、コールダイトのこんにちは、キルを重ねることによって武器の表情も変わっていくという感じなので、ちょっと詰めすっていただこうか。おっと、そっち来るかい。すげえガッツリ回ってるね。おー、リスパサクソ変わっていく。今の見た目はこんな感じなんですけども、特に変化なしと、変化なしか全く変わってないですけども、最初の状態からここからどんどんと変わっていくんです。ちょっと待ってね、挟まれてるねこの展開、ちょっと待ってね。うわっと、これはなかなかいい感じに連携取ってきてるので、今すぐこれはもう倒しちゃうしかないっすよね。左サイド大丈夫でしょうか。左も怖いが、この奥だよな怖いところは。やっぱ後ろから来てるか、そう、やっぱそっちか迷ったんだよな、ミルが。やっぱ見とくべきだったか、こっちから来る可能性もあるよね。かなり敵の動きね、とかいいとこ見てるわしっかり。これ詰めるの危険だから一旦センターを共有させていただく。さあレーダーシュラ出といて、今いたね、ここの上にいるので、ちょっとこっちから行ってみようか。上空に敵の UAV でしょうか、一旦こっち引いとく。一緒大丈夫、味方のタッキーデプロイビーコンが破壊された。なるほど、この右がまた怖いぞ、この右が。大丈夫か、こっちの裏も怖いところだが、大丈夫か今のところは。ちょっとパンチでアサルトパックを破壊させていただきながら、リスポンこっちですね。これはちょっとハセシンの出番なのでは。さあハセシンちゃんの出番なのでは。ここでオーバーヒートしないようにしっかりと、てかもう炎が出始めている、武器から炎が出始めているんだが、さあ勝てるんだよこれですよ皆さん。でリロードしなくていける。で武器の表情も変わっている、炎が出ている。走んだトワイライトとの相性は抜群か。おい、ちょっと待ってよ、一旦 UAV 出してこの上にいること間違いないから、こっちからリスポしてくることはなさそうなんで、裏取りしちゃいますねこれ。行っちゃいます。さあ手前ですよね。でスライディングしながら行きたかったが、うまいこと抜かれていく。なかなか敵の影響もあるね。こんな時にはヘルストームを建物の中にぶち込むしかないのでは。ここの中入るんですよ。レーダーしてると溜まってなかったわ、てかあれが溜まってるんだ。サイズが溜まってく、サイズが溜まってくから。さあこの奥ちょっと厳しいので一旦スルーして、ここの真ん中から共有していただく。いるでしょここ、待ってね、右にも左にもいるねこれ。待てよ、こっちっすね、こっちっすね。で体力回復しながらこの奥来るぜ、ここに詰まってこうか。一回アサルトパックを破壊しながらこの奥来るぞ、こっちが回ってくる可能性が。でこっちもこの、こっちも怖いよね。待って、まだ来る可能性あるよ。大丈夫か、いるーうわ後ろ見てきゃよかった、もうちょっとミスった、 UAV 出して。さあ炎が出てるが、この炎の形態はまだ形態の変化続くんだぜ。さあ行こうぜ、タックパイプ使ってるけどカットしていくでレーダーシャルトここ打っといて、さあレーダーにしっかりと邪魔要素を繰り広げていきながら、敵の UAV に敵指出していこう。わかんねえけどさ、リロせずにいけるんだぜこれ。800発の強み、清み、強みでリスポ変わるよねこれ。ちょっと UAV 追加しながらライトリングストライクをよいよいよいで押しておいて、でこっちから行っちゃおうか。リスポ変わるか、やっぱりこれは変わってるね。ちょっとこちらから行ってみましょうか。ナイス、レーダーシュラウドは任せてくれ、オーバーヒットしないように。
さあオーバーヒートを気にしながら OK 破壊していく。これですよ皆さん、これが団体の強み。今の使い方も理想的だよね。でこの上にいるからちょっと一回ここでヘルストも落としてきますわ。一旦ね、一旦ここで注入しとくわ。そんでこっち奥います。ちょっと待ってね、手前ちょっとパンチ出てしまったが力みすぎて、でこっちあえてこっち行く、でこっちから来る。ナイスハサミありがとう。今の連携良くないか。おいで待って、上から来てるの分かってっからタックデプロイが破壊される可能性もあるが、てかいいね、やっぱこう利用しなくてどんどんいけるってマジ。いやー待てよ、いやーちょうど来てたか。やるね、リスポン変わって上が激アツか、上が激アツか、でこっちのサイド上やばいな、上やばいな、行くしかないねこの展開。ここですよね。さあサイスがもう一回溜まったぜ。おいちょっとどっち行くか迷うが、こっちもいるんだよな。でこっちもいるけど後ろは大丈夫と信じて、ちょっと正面を気にしていきたいところではある、気にしていきたいところではある。待てよ、バリケ悪くない、バリケが壊れた、ナイス。で頭らしのとこおるから警戒しながら行くぜ、行くぜ。さあまだ来るよ、 UAV 出して、リスポン変わったか、オーク若干危なかったが下にもいること分かってるから一旦大胆に出ていく。待ってまだ結構リスポン、ちょっと待ってね、この位置にリスポンしてくるから、この位置にリスポンしてくるんだったらちょっと倒させていただきたかったがまさかのか、もうちょっと行ったらリスポン変わるかなと思ったんですよね。まだ早かったかい、これ当たってないかいさあレーダーシャルで撃っといて、ライトニングスタイルがまだあるんだな俺これが。さあさあさあで行っといて、ここの2階にしっかり敵が入ることは分かってるんで、ライトニングスタイルが当たらない。でこっからハセシンの裏取り、裏取りでオーバーヒットしないように気をつけながら、この右手にもいること分かってるんで、ここいるぞ、気をつけて気をつけてよ。 OK でしょうか、ナイスカーブで UAV 追加でラストスパート、ラスト5キル。この先めっちゃいる、上がるタイミング迷うが、このタイミングで上がることによってこういう感じでサイド取ることができるんですよね。完璧そして見てください、武器美しすぎる、炎 SMG やばいっすね。おいベストプレイ派生シーンいただきます。いや、やっぱおもろいわ、団体と拡張回しの800発プレイ最高ですわ。なんだっけ、レーザーなんだっけ、レーザーワイヤーか、レーザーワイヤーもねオーバーヒートせずに800発の強みでね結構しっかりと倒しちゃったんでなかなかいい活躍ができたんじゃないかなと思いますね。さあということで35キル8です、比率 4.38 でございました、ありがとうございました。 SPM666 なかなかっすね。ってことで対戦ありがとうございました、グラインド来てますがありがとう。ってことで今回はですね、まあ詳しく見ていきましょうか、こちらですね、コールダイトマスタークラフト詳細見ていきましょうよ。まずゲーム開始時がこれで5キルでこれ炎出てますよね、で10キルでこれで、なんと25キルしたらですよ、ここからこの下に見てたらほら出てくるんですよ衛星が。どうだろう、ギリ20、武器だけで25キルできてなかったかもしれませんが、まあ、25キルするとですね衛星がねふよふよと浮いてくるぜって感じなんですけど、このね炎のデザインがねマジで好きなんですよね、めっちゃかっこよくないですか、これで800発ですからね。でまあアタッチメントがですね、紹介した通り拡張マージン、グリップでオペレーターモッドの団体ですね、大量の弾薬を継続的に武器へと装填、武器は撃ち続けるとオーバーヒートすると、まあオーバーヒートにさえ気をつけたら大丈夫だぜって感じなんですけども。でまあ今回のギアはコムセックデバイス、フラッグジャケット、ライトウェイト、ゴーストでプレイしてみました、いかがでしたでしょうか。ナイスコールダイトマスタークラフトに拡張マジングリップ団体の800発プレイと思っていただけたら、チャンネル登録そして高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。結構ね高評価の方は動画投稿のモチベーションの向上に本当につながりますので、普段押してない方でもワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。そしてねツイッターのフォローはねこの動画の説明欄からすることも可能なのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。